中田、立浪監督がいる目の前で、本音をポロリ。勝ちたいよ。中田の本音、中日ドラゴンズに入団した中田選手。会見では、やっぱり頂点というか、優勝するために。優勝そして日本一のために僕らは12月、1月に必死こいてトレーニングしている。そこを目指してやるのが当たり前というか、やっている以上勝たなければやっていても楽しくないんです。そこを目指して一生懸命やっていきたい。最下位の監督の前でよく言った。打線だけでなくチームの芯となってほしい。その思いが空回りしないように頑張ってくれ。若手は中田を手本にして成長してほしい。中田が入団したことによって、中日の得点力が解消されることを願ってる。マジで頼んだぞ。もう中田なら4番任せていいんやない？石川を3番か5番に置けばええな。石川、中田、細川でクリーンアップ完成やん。来季の中日打線が固まったな。守備も上手いし、中田をスタメンで据えていいと思うんだよね。ビシエドと宇佐美はバックアップ。中田は頑張ってほしい。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。